ークしてたのに今日は全くメイクしてないので落差が ひどい気分がいいですとか言ってて、昨日メイクしてたから今日は全くメイクしてないっていうか、血色はあるけどメイクしてないから昨日と今日の落差が血色は足しました、血色感は足しました、しっかり血色ないと体調悪そうなので。え、そうなんですよ、金曜ロードショー見てたんです。そうだ、本当に配信限定だよ、こんな配信でしか見れないよね、メンバーの 薄メイクとかすっぴんとかステージでは見れないいやできれば見せたくないけど、できればあの見せたくないです。そう、見せたくないと言いつつもあのメイクするのがやっぱ毎日配信してたら面倒くさい日もどうしても出ちゃうので、そういう日もあるので、もう諦めてますメイクする気力が湧かない。まだねプレゼントね全然公演がないからね、劇場で受け取れてないんだよね、全然溜まっちゃってるかも。オンラインの無言配信禁止されたって本当？あ、なんで知ってるんですか早くない？情報早くない？誰かから聞いた？寝起きとか見れないですね、見せたくないけど本当に。うわー、1週間でも久々目撃者、やばい、忘れてないかなって。いや、もぐもぐ配信っていうか、まあなんかお菓子食べたりご飯食べたり、なんか携帯を使ってとかさ、なんかいろいろ雑巾さんありがとう、ありがとう雑巾さん、あら、お城ありが城です、ありが城、ありが城、雑巾さんありがとうかわいいよって、ありがとう、今日も。え、配信じゃないですよ、配信もぐもぐ配信っていうとなんかショールームみたいな、もぐもぐオンラインってことでしょ、オンラインの時に、まあ、そういうのあったんですけど、なんかそういうお金をこう払って来てくださってるから、失礼にあたる行為は控えましょう的なさ感じだったけど、でもさ私のファンの方の中はさ
や食べてっていうか、逆に食べてるとこ見たいとかお菓子食べていいよとかさ、そういう方もいらっしゃるよねっていうのはあんのよ私的に。いやもちろんね、なんか新規の方とかではあんまりそういうね、なんかなんていうの、新規の方っていうかまだ関係性があんまりない方の前ではそんなことはあんましないんですけど、ちょっとやっぱずっといつも毎回来てくださる方、おなじみのファンの皆さんとかの前ではちょっとつまんお菓子つまんだりとかいろいろしてはいたんですよ。そう、そういうところもそういう一面見れて可愛いみたいな言ってくれる方とかが多いし、うん、特にねオンラインは結構そういう場だなっていうのが、そう思います。でも誰でもか、誰でも誰にでもそういうのしてなかった、誰にでもっていうか、なんかさ、いいよって言ってくれる人だけ、逆に食べていいよって言ってくれる人だけおなじみのです。そうそう、一日にさ何回も来てくださる方っていうか、毎回来てくれる、毎回の撮ってくれてる方とかもさいたりするんですよ。そう、どうだろうね、ちょっと明日聞いてみるわ、わかんない、ちょっと聞いてみます。聞いてみます。髪色変わってないよ。あ、TikTok ありがとう。市役所の受付、お菓子食べながら仕事してイラッとするけどね、それとこれとは違くない？みんなの前でやってるわけじゃないんだよ。そのファンの方が食べてとかこうリクエストじゃないけどそう言ってくださる方とかにはいいとは思うけども、そうリラックスしてる感じでオンラインのね、そうなんですけど、まあちょっとまあ詳しい話はちょっとわかんない、直接聞いてみないとわかんないですね。スタッフさんとかにちょっと直接話を聞いてみます。もう完全に禁止です、もう禁止で統一でとか言われたらもうダメかも。お菓子食べたりちょっとジュース飲んだりとかなんかつまんだりするのはちょっとダメになっちゃうかもそう、早いねディナの配信で言ってたのかな、まさかファンの方がもう知ってるとは。さっきついさっき連絡来て、ついさっき連絡来たことだったからファンの方が知ってる、早すぎてびっくりしたわ。
チ始める直前に悔いながらして、あ、そうなんだ。話しちゃってたのかな。ディナーファンの子だってなんか何でも知ってんだよな。すごいよ。そう、握手会とかでさ、握手会っていうかなんかいろんなレーン回ってる五期箱推しとかの人とかで、ディナちゃんがこう言ってたよみたいな。舞台のセリフがこんぐらいで、どうちゃら量がこんぐらいでみたいな。なんか、え、なんで知ってんの。なんで知ってんのみたいな。そう、クリーナが言ってたよって。ちょっと栗山さん、難しいっちゃ難しいのかもしれない。確かに難しいところではあるよ。ボーダーがね、ボーダーっていうか、ちょっと直接明日ちょっと始まる時っていうか始まる前にちょっと聞いてみます。話を伺ってみます。大人の人にどういう感じなのか。まあそういう詳しく聞いて、はい、わかりましたっていう感じで聞いてみたいと思います。こんばんは。コナンを見てたんですよ、金曜ロードショーで。そう、コナン見てて面白いね。めちゃめちゃ面白いです。チーム台湾の配信とかだったら、あ、配信、あ、違うショールーム配信じゃないです。ショールーム配信は食べたり何でも OK ですけど、バンされない限り何でも。いや、配信じゃないよ、オンライン握手会のお話ね。金曜ロードショー、コナン、いつのやつですか？今日やってたやつって何年前？去年とかですか？去年、一昨年？でもなんか、私やっぱ、そう、なんか関係性とかをさ、全然知らないんで。1750、ありがとう。へえ、去年なんですか。もう見たことないね。いや、私も今年も見てないし毎年見てないです。金曜ロードショーとかだけ。1年で地上波しちゃうから見ないんだよね、あんまり。金曜ロードショーとかで見ちゃう、私絶対やるからさ。映画館行かなくてもそんなめっちゃファンじゃないから、勤労でいいかなみたいな感じなんですけど。そう、ひじりが好きで、結構メンバー
好きな人多いと思う。で私はコナンその関係性が分かんないからあんまり、だから今日のやつ見たんですけど、めっちゃあのさえちゃんに解説してもらって見たんですけど、そうさえちゃんに解説してもらって100倍楽しめました面白かった。だから全部え、このキャラクターこのどういうこと、この過去に何があったのとか全部教えてもらって、めっちゃ詳しい知識を入れながら見てたんで、めっちゃ面白かった。マジでそんなコナンってそんな感じなのって分かった今日の回で結構学んだ、今日の回だけで。そう解説してくれたりして、なんかお酒の名前なんですね、黒のあの組織。そこからって感じなんだけど、私本当に分かんないんですよ。コナン好きだ、あの見るのは好きなんですけど、どういう関係性とか全然知らないの。そう、うん、お酒のお名前とかなんかチラッと聞いたことはあった程度だけど、ジン、ウォッカとかなんかそういう、あのしっかりとお酒の名前をこう一個一個なんか聞いてっていうか、その映像で確認しながら見たのは初めてです。私本当に知らない、もうコナンの知識全然ないんですよ本当。いやもう本当にさ、本当に分かんないんですよ、難しすぎるんだよ、その昔の関係性的な。前髪ない、かわいい。そう前髪が今日ない。そうだからすごい難しいっていう考えだったんですけど、面白かった。でも今日の金曜ロードショーのには出てこなかった怪盗キッドとか、なんかその関西人の人いるじゃないですか、関西弁なんか喋る男の人とか、そういう出てなかったキャラクターたちはもうわからない。まだ今日出てた、今日のコナンのやつに出てた、キャラクターはちょっと知識はちょっとだけ増えました。そうだから誰が味方でとかそういうのが難しかった。そうちょっと本当にコナンのファンの方には怒られそうかもだけど、めっちゃ知識ない。服部、あーなるほどね。服部平次、あー聞いたことある。うん、公開してる今やってるやつは出てるみたいですね。犯人コナン見たことない。え、ほんと？ヘイシリそうなの？難しいんだよね。せやかてくどね、あーそれか、それだ。うーん難しいけど、めっちゃ今日の回はすごかった。結構最後まですごい最高でした。終わり方とかもすっごい最高だった。すっごい最高っていうか、なんか素晴らしかったんですけど、素晴らしかった。去年のやつね、去年のやつ
最高傑作よね、だって。やっぱそうなの？なんか終わり方もなんか素敵だ、素敵な終わり方して、そう、何を見てない、見たことなくて、あ、そうなんだ、すごいね、そんな子いるんだレアだね、レア、すごいわ。なんか終わり方、コナン素晴らしすぎた。いや、なんか全然詳しくないのに終わり方とかめっちゃいいってのすごーみたいな、面白い音楽いい、なんかいいよね、面白い。でシンデレラの実写版も次あって素晴らしい、あの見たことあるんですよ、シンデレラの実写版はあるんだけど、めっちゃ面白いっていうか素敵だったからもう一回見たいと思ってたから見れます。シンデレラの実写版見たことありますよね。なんかね、ちょっと前にアマプラですごいバズってたんだよね、見た方がいいみたいな、見たんですけど、それですごい素敵だった、それも素敵だ。シンデレラの実写版は綺麗で、みんななんかもう映像が綺麗だったイメージがあります。おすすめですね。20年前くらいだやばいじゃない、それやばいじゃない、見たこと見てない。え、結構ね、どうなんだろう、あ、洋画洋画、さすがに。なんかまあ本当に大ファンの方とか、プリンセスなんかそういうディズニープリンセスとかの大ファンの方からしたら、ちょっと実写とかどうなんだろうって感じだけど、まあなんかミーハーの私が見た感想としてはすごく綺麗だったなっていう、私なんかすごいみんな合っていたような気がしますし、いや、なんか賛否両論あんのかな、シンデレラどうだろう。なんかアリエルの実写とかを結構賛否両論こう聞いてたけど、見てな、あだ、あだ、あれだ、あ、そう、アリエルのやつはね、なんか JAL の飛行機に乗った時に見たんです、モニターでね、途中まで見てて、そっから見れてないのよ、気になる、一番気になるとこで止まっちゃってんのよ。でもさ、ディズニーチャンネル、ディズニープラスとかなんかやってんのかな、登録したら見れんのかな、ディズニープラスとか入ってないので見れるとこが全然なくて、もう一番いい時で止まっちゃってますよ、気になるのよ。そう、すごいいいとこだった気がするんだよね、ちょっと中盤よりちょっと超えた後のなんかいいとこだった気がするんだよ、そこでついちゃったんだよ多分、結構短かった、飛行機福岡から東京ぐらいの距離だったかな、もう全然すぐ最後まで見れなかったんですよね確か。くそー、最後まで見たかったんですけどね、そう、見れなかった、ちょっといいとこだった気がするんですけど、もうそっから止まっちゃってます、早いのよ、そう、早すぎて。あ、ディズニープラス、あ、本当、うわー、ちょっとこれは見た、面白かったんだよアリエル、うん、私はすごいよかいいと思いました、まだ最後まで見てないのに見てないけど、すごいディズニーはいいよ。アラジンもすっごい良かった、アラジンはあのアマプラでやってた、あったかな、見たんですよ。アラジンもね、なんか、なんだっけ、
そうそう、アラジンめっちゃ良かったな、実写ね、良かった。それもなんか バズっててツイッターとかで見てください、ぜひ見た方がいいですみたいとか言ってたよ。あ、美女と野獣、ちょっと待って、見たっけ美女と野獣、ちょっと待って、え、思い出せない。え、まだそんなのは見た、あ、じゃあ見たかな、じゃあ見たのかな、え、まだそんな見たかも、と途中でついちゃう、そうそうそう、一番好きなプリンセスだから、うわお、見れてないか、なんかどうなんだろう、一番好きとなるとちょっとどうなんだろうね。美女と野獣は、まあ、見たね、絶対私見た、絶対見た、エマ・ワトソンだから見た、うん、絶対見た。話し会で愛知から元気もらったから、明日も仕事頑張ります、アイリのために頑張れ。とか言ってみたり、うーん、ああ、そう、ウィル・スミスさんね、ハーマイオニー、そうそう、マレフィセント見たことないな、実写するよね、実写、実写するよね、うん、何、クルエラ、クルエラ、何それ、あ、え、なんか見たことあるぞ、なんかそれ見たことあるっていうか CM か、なんか広告、え、なんだっけ、なんちゃら、なんか国の話、王国系の話、全然違う、クルエラ、なんだっけそれ、クルエラ、ワンちゃんの悪役、え、101匹ワンちゃんに悪役って出るの、何それ、101匹ワンちゃん内容知らないわ、あ、怖そう、なんか怖そう、え、101匹ワンちゃんのに悪役なんているんだ、そんななんか物語なの、もっとなんかゆるキャラ、ゆるけ、ゆる平和な話かと思ってた、101匹ワンちゃんって、うわー、なんかちゃんと見た方がいいかもね、101匹ワンちゃんとかも見た方がいいね、全然怖くなって、あ、そうなの、そうなんだ、悪い人なんだけど映画自体はおしゃれで楽しい、ね、ディズニーね、ディズニーもなんかアナと雪の女王のエリアとかさ、なんかピーターパンのエリアとかなんかいろいろね、そのリニューアルしてまた混んじゃうよ、ディズニーがね、ちょっと6月とかにあれかな、いや行かなくちゃまたって感じなんですけど、コート作ろうとして、あ、そうなんだ、いや、ディズニープラス入ってないね、うん、入ってないね、入りたいなって思うんだけどさ、そう、明日明後日はおしゃべり会、オンライン握手会なので、いろいろ来てくださる方いっぱい話せたら、なんかいろいろ言ったり、あ、ラストか、
シングルイベントラストです。ラストなのでもう本当にあっという間すぎて、明日がラストっていうのがなんか、え、今回早くない？え、こんなですか？なんか前回の長く感じたっていうの毎回言ってるかもなんですけど、今回早い、めっちゃ早い。明日と明後日でラストです。なんか早く感じちゃいます。終わっちゃうっていうもう期間がね、早いよねなんか。いや絶対一緒なんだろうけどさ、期間的に。あー早い、終わっちゃうよ。そう、次回作で下がります。 お願いね。明日よろしくね、よろしくね。そう、連続で、明日明後日終わりということなんで、最後の最後まで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。半年かかってるの早いか、やっぱ。確かにね、よろしくお願いします。明日と、まあ、明後日の G1 のレースは買おうと思ってるんですよ。だから明日ちょっと予想というかして、まあ予想というか一応様子見して、まあ日曜日のレース前までちょっと悩むとは思うんですけど、うん。でだから買うので、また500円も買うんで、オンラインのその回の私、レースの時、もしね、そのタイミングあった方は多分ちょっとレースを一緒に見る可能性私がレースちょっと見てる可能性あります。でもちょっと買おうと思ってるんで、ちょうどタイミングが時間が被る可能性あるから楽しみです。そうそうそう、うん、まあちょっとね本当に、うん、当てたいね、当てたいです。とりあえず最後のタコ巻きしてそうなの？そうなの？そうだったんだね。どれか買います。はい、うーん、分かんない。ちょっと時間が3時49とか40何分からだっけ。私ねやってんのかな、私やってないかも。え、3時40何分だっけ。あ、じゃあ終わった後か、休憩時間中に見んのかな、もしかして。私そろそろ当たるかな。まあちょっとオンラインで、うん、予想して大間買う方は一緒に予想しましょう。ではランキングがます。13位松くんさん、12位国翔さん、11位岡江さん、10位ドームさん、9位まっちゃん、8位谷川やたかさん、7位やくさん、6位 MJ さん、5位タータンさん、4位コバコバ、3位葵ちゃん、2位ホクピグさん、1位ゾウキンさん、ありがとうございます。皆さんでは明日明後日よろしくお願いします。来てくださる方最後までお願いします。そして来れない方はまあいい土日にしてください来れない方もいい土日にしてください。じゃあね、またね、おやすみ。ありがとう、遅くまで寝てね。おやすみなさい。ありがとうね、みんな。ああ、ありがとう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 。